はい、やってまいりました。こちらは作業用の古民家です。この建屋についております看板、これはなんか私が勝手に使っていいみたいなので、ちょっとこれから YouTube の宣伝をやるのに活用させていただこうかなっていうような感じで思います。ここは割と通学路にも当たっておりまして、ここに書いてあるものが目に入れば関心のある人は見てくれるかなっていう感じですね。とりあえずやってみますね。はい、ちょっと真っ暗になってきちゃって、ちょっと書くのに手間取ったんであれですけども、とりあえずこれでわかるかなって感じになります。外来種活用の無機農法ということで、ここを通る人を目当てにちょっと書いてみました。はい、ということでこれでチャンネル登録増えるといいんですけども、はい、ということで先日ちょっと暗くなっちゃってあんまり写りが良くなかったので、改めてちょっと明るいうちに撮ってみました。こんな感じでとりあえず看板拝借して宣伝するのと、それからそれ以外にも、あとこちらですね、こちらとそれからもう一箇所、こちらになります。これで目に留まればという感じですね。あとこちら道路側から直接見れるような感じで、こんな感じと、それからあとはこちらになりますね。こんな感じで外れないように固定しました。これで宣伝効果をちょっと見てみたいと思います。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。